フルガダはエジプトの航海圏にある都市。春ガダとも表記される。市内半島のシャルムエルシェイクと共に公開リゾートの拠点となっている。温暖な気候とマリンスポーツで有名で1年の中で最高気温が30度を超える日も多いため、ヨーロッパからの観光客はクリスマスや新年の休暇を利用して訪れる人が多い。 古賀田は20世紀初頭に発見され、1980年代から航海におけるビーチリゾートの中心地として、エジプト国内外の投資家たちによって開発がなされてきた。観光地としての発展以前は小さな漁村に過ぎなかったが、今では人口25万人余りで国際空港を抱える都市となった。街は公海に沿うように3 6トルにわたって続き、すぐ背後には、 砂漠が迫っている。国内からでは主にカイロなどがあるナイルデルタ地帯やルクソールなどがある上、エジプトからの観光客が、国外からではイタリア、ロシア、ポーランド、チェコ、ドイツなどヨーロッパからのパッケージツアー客が多く、訪れる。街は旧市街にあたるエルダファール、街の中心地を形成している。から近代的な建物が立ち並ぶエルマムのつの地区に、 分けられる。サッカラは中規模のホテルが多くある地区で、エルダハールには、フルガダ最大のバザールや郵便局、長距離、バスターミナルが建っている。フルガダには近郊に、フルガダ国際空港があり、カイロの他ヨーロッパの主要都市との間に、定期直行便が数多く運行されている。現在空港は急増する需要に対応するために、大規模な改装が行われている。 現在、古賀田は、マリンスポーツの国際的な中心地ともいえ、海水浴をはじめ、ウィンドサーフィン、カイトサーフィン、セーリング、海釣り、シュノーケル、ダイビングなどその内容は多岐にわたる。沖合では、非常に美しいサンゴ礁が見られ、そこに住む多様な、魚と共にグラスボートで観察することもできる。また古賀田は、 公海西岸のリゾートエリア周辺の中心に位置していることから、古型近郊のダイビングスポットへ訪れる際の玄関口の役割を果たしており、古型から無人島や浜辺へも行くことができる。アルクセールは、古型の南方2 0 0トルほどの場所にあり、サンゴ礁やサファリで知られている。アルクセールのホテルには、ダイビングセンターを併設しているところも多く、またジープやバギー、 時には、ラクダで、ベドウィンの集落を訪れることができる。アルクセールは、公海西岸で最も古い街の一つであり、その存在は古代エジプト時代から知られてきた。古代エジプト時代には、タゴ、プトレマイオス朝時代には、リコスリメン、古代ローマ時代には、ポルタスアルバスなど様々な名前で呼ばれていた。イスラム王朝であるファーティマ朝による支配で、 小さな要塞を意味するアルクセールの名前が付けられた。現在のソマリア北東部にあったと推測されるプントランドとの交易拠点となり、造形や比較、鉱などが取引された。オスマン帝国時代にはアルクセールの港からメッカに向かう巡礼のイスラム教徒が多く訪れ、またイエメンからコーヒーが輸入された唯一の港でもあった。フランスに占領された時には聖地である。 ヒジャーツ地方からの兵士が到着する港という役割も果たした。エルグーナは古型から北に 25km ほどのところにあり、高級ホテルが多く立地している。街は清潔かつ平穏であり、運河でいくつかの島に隔てられていることから、エジプトのベネツィアの異名をとる。街には14のホテルと2つのマリーナ、そして800余りの個人の別荘が立地している。 エルグーナには、マリンスポーツは、もちろんのこと、乗馬、ゴーカート、ショッピングモール、バザール、様々なレストランやナイトクラブ、インターネットカフェなどが揃っており、街には、ATM や薬局、インターナショナルスクール、保育所、病院、郵便局など、インフラも整っている。また、紅海岸では、唯一のカジノや18ホールを備えたゴルフ場、そして空港まである。 ソマベイはフルガダの南 45km のところにあるリゾート地でインターコンチネンタルやシェラトンなど国際的にも有名なホテルが立ち並んでいる。特にダイビングとシュノーケリングで有名である。フルガダから南に 35km ほどの地点にあるマカディベイではスキューバーダイビングやシュノーケリングを楽しむことができる。またルメリディアンマカディベイのプールが 世界的にも有名である。ありがとうございます。